リアードにおけるフィルビー、ハリー・シンジョン・ブリチャー・フィルビーは、イギリス出身の植民地政治家、ヒジャーズ・オイ・ブン・サウードの顧問、探検家、歴史家、通称はジャック。二重スパイだったキム・フィルビーの父、母方の演者に、バーナード・モント・ゴメリー将軍がいる。エンソは、ノーフォークからエセックスへの移住者で地方の名家だったが、父のハリー・モンター・ギュが、 セイロンのコーヒー園経営に失敗して冷落し、母は1891年からロンドンで下宿業を営み4人の子を育てる。ジョンはセイロンのバドゥラで生まれ貧しい家庭の次男として育つが、才能に恵まれ、奨学金により、ウェストミンスタースクールからトリニティカレッジへと進学した。在学中にインド高等文官試験に合格し、1908年からインドに赴任して、 家計を助けている。また、イギリス労働党に所属し、自伝によれば、当初は、社会主義者だったという。特に語学に優れ、ドイツ語、フランス語をはじめとして就職後は、ウルグー語、ペルシャ語、パンジャビー語、バルチー語、アラビア語を習得した。1910年に、上級鉄道技師の娘ドーラと結婚。第一次世界大戦勃発後、 英印軍がメソポタミアを占領し行政官を募集したのに応じ、1915年にバスラに赴任し湾岸駐在官パーシー・コックスの下で活動し、租税制度と広報誌と中央アラビアの情勢報告で手腕を認められた。1917年のアラブ反乱に関してイブンサウードへの働きかけが必要となり、フィルビーは施設の一員に選ばれる宿へ派遣された。 トルコ軍を援護し、ヒジャーズの反乱軍に重圧をかけている、ハイルのイブンらしい土家を攻撃するようイブンサウドを説得し、合意を得ている。翌年の初めには反乱の中心シャリーフ・フサインと会見するが、フサインの人柄と指揮権に失望し、イブンサウドを支持し、アラブ民族の中心とすべきだと考え始める。ところが、イギリス政府がハーシム家を優遇し、 その脅威となるイブンサウードを牽制するため、ハーイルのイブンダシードを温存する方向で政策転換し、ハーイル攻撃を禁止させるよう要請してきたので、フィルビーは眼強に抵抗したが、1918年10月リア、ドで解任された。一時イギリスに戻るが1920年イラクの民族政権準備のため呼ばれて、バグダードに赴任。そこでファイサル将兵は、 総選挙で民意を問うて、後にすべしと主張して、かつての上司コックスと対立し、1921年7月、ファイサルの大い就任後に休暇を取って、イラン視察に出かけている。10月に、やはり成立したばかりのトランスヨルダンの王アブドゥッター一世の顧問となるが、アブドゥッターがイギリスからの補助金を浪費し、友好部族をエコビー期するのに、我慢できず、 1924年に辞職する。この間、1920年にアラビアの探検旅行の功績に対して、王立地理学会から金メダルを贈られた。1924年11月にイブンサウードに再開し、ヒジャーズ王国が倒れた後に、銀行設立や鉱山開発を認可するとの公約を得て、翌年の1月イブンサウードがヒジャーズ国王となると事業を開始し、 1930年頃より軌道に乗せる。1933年にフィルビーが仲介してソッカルへの石油採掘権付与が実現。1934年にはジッタメッカ間の巡礼者の自動車輸送事業が認可され、同じ年に起きたイエメン戦争用の兵器売却、石油開発資材を取り扱うなど、サウジアラビアの建国のみならず、近代化にも貢献している。 1953年に、イブンサウードが聖居し皇太子のサウードが王位を継ぐ。フィルビーは、新王の浪費癖、腐敗を批判して1955年に、サウジ国外に追放され、やむなく、レバノンに今日定める。翌年リヤドへの帰還がかない宮廷での待遇も、変わりなかったが、その後は政局に関与せず公演、著術に専念する。米ールートにあった長男、 キムの自宅で心臓発作に襲われて急性した。生前からムスリムになっていたので、葬儀もイスラーム式で営まれ、遺体はベイルートのバスタクアジャルトゥーンの墓地に葬られた。岩永博、富塚俊夫、分け、サウジアラビア王朝誌、ISBN 978から45億八8 8 0 2万1848。ありがとうございます。